どうも申し訳ございませんでした。去年の11月に監査法人から指摘があって、その後実際に皆さん公表されたのが、ご質問のある方は挙手にてお知らせいただきたいと思います。富士フイルムホールディングス代表取締役社長の助野健二でございます。この度は弊社子会社であります富士ゼロックス株式会社のニュージーランド子会社における不適切会計のためにですね、決算発表が遅れましたこと、これによりましてステークホルダーの皆様にご心配をおかけしましたことをお詫び申し上げます。どうも申し訳ございませんでした。今回の問題に対しまして、富士ゼロックス富士フイルムホールディングスの人事上の措置を行います。富士ゼロックスは取締役3名と執行役員2名、常勤監査役1名が退任をいたします。富士フイルムホールディングスの会長社長も3ヶ月間報酬を 10% 返上いたします。我々の方が売上をこれだけ伸ばせというような過度のプレッシャーを与えたということはないと思います。ただやっぱり立案した計画はきちっと守るっていうのは、これは事業会社としては当然僕は当たり前のことだと思います。ですからそのことが売上至上主義と言われるとそうかもしれませんけれども、何も不適切なことをしてまで売りを上げるということには、これは絶対にやっちゃいけないことですから、これは富士フイルムとしてはオープン、フェア、クリーンというようなことを言ってるんでですね、この辺はやっぱり富士ゼロックスにこれから徹底的に教育をしようと思ってます。